牛う状の件ご声で触れていただいてありがとうございます。そうですね。そう牛う状の件でね、あの、僕も動画出させてもらったんですけど、えー、っと、すごくそれが好評で、ちょっとまあ、配信でもお伝えしたいんですけど、やっぱりね、あのね、そもそもね、ビジネスで共同経営って超難しいんですよ。共同経営をしてうまくいってる会社は僕は自分の知ってる限りは見たことないです。<laughs> だいたい <laughs> どっかのタイミングで方向性が割れたりとか、ビジョンが違ったりとか、まあ、お金のことで揉めたりして、絶対仲違いするんですよ。 で今回のね、遊具場の件でね、まあ僕はね、あの、その森田さんって方が。 前から知っててね、えー、クロスアンモレ食べに行ったりとかしてたんで、まあ、あの誤解があったら嫌だなと思ってあの動画を、ねえー、撮らせてもらいました。で、僕、ヒカルさん、宮迫さんも二人ともお会いしたことあるし、両方本当に尊敬してるし好きなんですけど、やっぱこのね、判断は二人の判断、すごく素晴らしいなと思っていて、英談だったなと思いますね。あのままズル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 やってたら、絶対なんかいい方向になってなかったと思うし、もしかしたら二人とも喧嘩とかしちゃうかもしれないなと思,思うんですよ。やっぱそれぐらい共同って難しいんで。でもやっぱりえー ビジネスって、そんな簡単にうまくいかないじゃないですか。で、ひかるさんって、あの人ね、あの、まあ、一緒にドバイや行ったりして、いろいろ話聞いたんですけど、すごい自分が。 こうあの発信する商品、それこそジョイフルとか、まあ、何でもそうなんですけど、めちゃくちゃこだわりがあるんですよ。で、僕勉強になったのが、あ、こうやって消費者に対して誠心誠意というか、本当に自分がいいと思ったものしか、えー、と発信しないと。仮に自分がいいと思わなかった商品を、でどんなにお金が集まれても絶対やらないっていうスタンスの人なんで、だから消費者がしの信頼を勝ち取れて、あれだけ物が売れるのかなと思ったんですね。で、ヒカルさんってやっぱり、まあなんか中途半端はダメだっ っていう考えの方なんで、一番もう焼肉をやるんだったら、もう絶対誰にも負けないよう、ね、な、もう日本一になるぐらい、いわゆるこうトップの店を作りたかったと思うんですよね。で、宮迫さんは宮迫さんで、そういう話になってたんだと思うんですけど、そういうふうに一緒にやろうっていう中で、やっぱり事、ね、業ってそんな簡単にうまくいかないんですよ。まあ僕もいろんなことやりましたけど、いきなり最初からうまくいくことってないです。えー、今、バーガープリンスで渋谷に店出してますけど、やっと軌道を乗り始めました。いきなりばってうまくいかないんですよね。うんで、そこはね、えっ、ー、と、宮迫さんもね、えっ、ー、と、いろいろね、まあ、あのー 試行錯誤されたと思うんですけど、あのまあ、動画でも言わなかったですけど、えーとまあ、誰か任した人がいて、えー、僕もそうなんですけど、飲食店って自分が全部面倒見るよって人絶対いるんですよ。でそういう人に任して、多分その方がね、あんまりこううまく、えー、と進め、推進できなくてね、ああいうことになっちゃったんじゃないかなって思います。で、えー、まあその結果ね、えー、とまずは、えーと えー、みんなに喜んでもらえるような、えー、形を作りたいということで、宮迫さんは進まれて、えー、二人のね、やっぱこのビジョンっていうのが少しね、えっ、ー、と、食い違って、相愧化になったのかなと思うんですけど、僕はあそこでね、あの決断をして、えー、撤退できるっていうのは、なかなか経営判断としては普通できないんで、えー、あのー、まあ、ある種こう、感心しました。うん、やっぱ飲食店そんな甘くないですよ。まあ、どの業態かもそうかもしれないですけど、甘くないですよ。で、とりあえずやってみてダメだったら辞める、引くっていうのは、ね、結構理にかなってるんですよね。はい。あのー、店がどうなるかわかんないですし、 えと実はね、僕、ちょっとゆかりがあって、あの竜宮城の内装をやった人と、えー、と青汁ヒルズの内装をやった人が実は一緒なんですよ。で、うちから実はあのバーガープリンスがめちゃくちゃ近いんで、えー、また今度ね、えーと、オープンして、あの機会があったら食べに行こうかなって思ってます。はいえー、でもね、あのーまあ、本当に、えー、黒さん、森田さん、森田さんと、ね、話せてるなと思いますね。はい、やっぱ飲食むずいっすね。 はい、バーガープリンスもね、やっとね、軌道に乗ってきましたよ、本当に。でも、だから、えー、飲食ってやりがいがあ,あると思うし、お金だけだったら飲食店ってやんない方がいいと思うんですよね。でも、やっぱり、こう、対面でありがとうって言われるじゃないですか。美味しいって言ってもらえるじゃないですか。わかりやすいんですよね。あの商品を出して喜んでもらえる人の顔が見れるってめちゃくちゃ嬉しいことだし、これはやりがいがあることだなって、ね、飲食店やってね、気づきましたね。うん ま、なんで、えっ、ー、と、ま、いろいろみんなありますけど、はい、あのー、かけながら、えーか、えー、みんなの動向をね、見守っていきたいなと思います。はい。